はい、清水の皆さん、こんにちは。清水区の不動産屋ルクハウスです。今日ご紹介する物件、ルクハウスで、いよいよ販売開始となります。築浅の中古の戸建てになります。早速物件の方ご紹介しましょう。まず物件はこちらです。じゃん。はい、なんと、令和1年12月地区という、バリバリ築浅の、中古の戸建てになります。非常にさすがね、築浅なだけあって、外壁も当然綺麗です。すごくこう素性のいい、建物という、オーラを感じる建物じゃないでしょうか。まずじゃあ先にね、外観をちょっとざっと見ていきましょう。まず駐車スペースですけど、こんな感じですね。はい、そうですね、ここ奥ありますので、こうでね、ルクさんこうね、はい、あっちの奥ありますので、ここにまあ1台、ここに、軽だと縦で置けますかね、1台、でまあ T 字型に置けばまあ余裕で2台は止められるかなというスペース、そして実はここのお家にはもう一つ駐車スペースがあって、じゃあちょっと反対の方見ていきましょうね。こういくとですね、はい、外観もこんな感じ、非常に、綺麗な建物になってます。この裏側、ここにもなんと駐車スペースあります。というわけなので、実質3台以上置けちゃうよねっていう非常にゆとりのある敷地になってます。そして裏側に行くとこんな感じで、ちょっとした裏庭スペースもありますのでね、ここら辺でこうお子さんが遊ぶのにもいいんじゃないかなと思います。さあ、というわけで、それでは中の方へいよいよ入っていきましょう。では、はい、ルクさん、いつもの通り玄関を開けてください。はい、ガチャ入ると、はい、非常に広い玄関ですね。こんな感じの玄関になってます。そしてここ、はい、シューズクロークついてます。こんな感じで棚もずらっと並んでますので、さあ、靴何足入りますかね。はい、ちょっともうよくわかんないぐらいたくさん入ります。で、ここら辺にね、こう例えばベビーカーとかそういったものなんかも置けますので、非常に収納スペースとしては嬉しいんじゃないでしょうか。そしてこっち見ると、こうね、クロス一面アクセント入れてますけど、何気にね、ムーミンあります。かわいいですね。はい、まあこのちょっと声も響きますけれども、じゃあこの玄関スペースから入っていきましょう。まず、はい、このドアを開けると、はい、リビングになります。広いリビングですね。はい、明かり取りの窓をついてます。そして大きな窓ですね。こんな感じです。非常に大きい窓なので、光もふんだんに入ってきます。やっぱね、どうでしょう。素性の良さを感じますよね。で、こうね、サッシもね、通常のアルミサッシじゃなくてこんな感じでね、樹脂ですかね、結露しにくいタイプのものが使われておりますので、さすがやっぱ注文で建てただけあって、細部にこだわりを感じる仕様になってます。そして上にはね、このうちこの、室内物干し、これ取り外し可能ですけど、ちょっと外してみましょうか。くるりと回して、えいと外すことができます。はい、通常だから使わないときはね、これどっか外しておいてくれてもいいし、まあ上に吊るすがってるんでね、そんな邪魔にもならないのでこのままでもいいですけど、随所にね、この室内物干し置いてありますので、こういう、今ちょっと雨が続いてますけれども、こんな時でもね、お洗濯物、乾かすことできて便利かなと思います。そしてこのリビングには、はい、収納スペース、階段下を利用した収納スペースついてます。リビングにね、収納スペースって、なかなかありそうでないので、これも結構嬉しいのではないでしょうか。そして、ではどうしようかな。台所まず行きましょう。はい、キッチン。こんな感じで、非常に広いキッチンになってますね。で、食洗機。はい。続いてます。まだピカピカですね。で、コンロ。はい、こんな感じで、フラットトップの、
すごくいいものを使ってますね。はい、コントロール部分はこんな感じ。そして下を開けると、はい、こんな感じでいろいろね、あのオプションの、部品もいっぱいついてますので、今時のね、この、魚グリル、いろんなことができるらしく、あのこれも非常に、いいものになってますので、こんな感じで、はい、あの非常にあのこういうものを、お店で買えるというのが中古物件の、非常に美味しいありがたいところかと思います。そして、カープボードもついてますね。当然あのキッチンとあのお揃いのカップボードになってます。でここにはね、ちゃんとこういう形で、はい、蒸気をね逃がせる、棚もついてますので、炊飯器なんかここ置くといいですよね。そしてはい、勝手口もついてます。縦売りなんかだとね、勝手口実はほとんどついてることありません。結構これでつけるのはね、やっぱ壁に穴開けるっていうことでコストかかりますけど、やっぱね、あのこういったところもしっかり作り込んであります。そしてはい、換気扇もこんな感じですね。いいものを使ってます。でこのお家はこの裏側に、はい、パンドリースペース用意されてます。奥行き結構ありますので、いろんなものが置けそうですね。こういうものは奥さんもとても嬉しいのではないかと思います。そして1階の、最後の部分がこちら、水回りですね。見てみましょう。はい、こんな感じです。この下もね、あの非常にこう濡れても不快にならないようにね、あのなんて言うんでしょうね、わかんないけど、いいものを使ってますね。そしてはい、お風呂スペースこんな感じになってます。まあ床、浴室乾燥ついてるのは当然として、はい、いいもの、やっぱりね、さすが注文ですよ。あ、ほら、床も、ふかふかの床を使ってます。あの、滑らないしね、あの、冷たくもないので、冬場のお風呂なんかにもいいですよね。はい、こんな感じのお風呂場と、はい、洗面所、こんな感じですね。あの、これもね、やっぱりね、違いますよね。縦売りとかとはやっぱりこう一味違う感じになってると思います。そしてこっち側を開けると、はい、おトイレですね。はい、こんな感じで窓も、しっかりついて、後ろに棚もついてますのでね、トイレットペーパーなんか置くのもいいかなと思ったら、ここに収納スペースがありました。なのでここに置いてくれればね、いいですね。じゃあここ何置きましょうね、なんか写真とかそんなのですかね、好きなもの置いてください。はい、というわけで水回りはこんな感じです。でリビングはね、もう一回ちょっと見てみるとこうですよ。やっぱこの窓の大きさがね、いいですよね。ちょっとこれこの画像では伝わりにくいかもしれませんけど、現地に来るとかなり大きい迫力がある窓になってます。で裏庭がね、こんな感じで見えますので、あの非常にこうなんていうのかな、抜けた感じというか、開放感を感じる部分でもありますね。そしてじゃあ2階の方に行きましょう。ここリビング階段になってます。リビング階段を上がっていくと何があるかというと、2階です。まず目に飛び込むのが、はい、2階にも洗面台つけてます。これね、ないんですよ、なかなか。で、2階ね、よく縦売り買う方なんかで、ね、2階に洗面台欲しいよなんていう声たまに聞くんですけど、ちょっとやっぱ今からだとつきにくいよねっていう話になって、なかなかね、つけられないんですけど、ちゃんとついてるの、いいですね。そして、じゃあまずおトイレ見ちゃいましょう。階段の横のおトイレ。こんな感じですね。2階はだいぶこうね、ポップな色合いになっていて、だいぶ使い勝手も良さそうなおトイレになってますね。ではまず今度は居室ですけど、階段を上がった左側行きましょう。寝室です。はい、こんな感じですね。すごいこうシックにまとめられたいいお部屋ではないかと思います。そしてじゃあ入っていきましょう。エアコンねついてます。まだ築平成1年12月築ですからね、ガンガン稼働します。そして、収納スペース大きいですね。何でも入りそうです。そして、お、ここに引き戸があります。押し入れかなと思って開けてみると、
はい。なんと出現したのは、広大なウォークインクローゼットスペースです。広い。広い。広いですね。ここを一つのお部屋にしちゃってもいいかなって感じ。ご主人のね、秘密の、作業場とか、ね、そんなのに使っちゃってもいいんじゃないのっていうぐらいのスペースがあります。これだけあればね、何でも入れられますね。で、窓もね、はい、ついてますので、湿気がこもるとかね、そういったこともなさそうです。はい、では、この居室の方を見てみましょう。こちらドアが2つあります。じゃあ手前のドアから開けていきましょう。はい。あ、明るいですね。今日ちょっとね、曇り空なんですけれども、すごくお部屋明るい、やっぱね、窓がたくさんあるので、光が入ってきます。そして、こっち側には収納スペース。こんな感じですね。はい。で、おやと。もう一個ドアがあるぞと。はい。じゃあちょっとこちら見てみましょう。何かなっていうと、はい。廊下帰ってきちゃいました。バンって言っちゃいましたね。ごめんなさい。ここのお部屋は、ドアが2つついてますので、区切ることができます。この部分ですね。ここ。ここで区切って2つのお部屋にできますので、とりあえずね、じゃあお子さん小さい間は、お二人とか行って、ここね、広いスペースで、ガン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 遊んでもらって、まあ、いい年になったらね、お部屋を分けて、二つのお部屋として使おうっていうような使い方ができるような、そういう仕様になってますね。なんで今の段階ではもう広々です。最近ね、建て売りでもこういう形のもの、増えてきてますけれども、そのライフスタイルによって、その時の希望によって、間取りを作り変えることができるっていうのは、結構やっぱね、ありがたいですよね。部屋は広ければね、それだけ開放感があるんで、無駄に区切ることはない。かといっても、人がいる間はやっぱ区切らないとしょうがない時もあるので、っていうようなところになります。そして、カーテン開けると、はい、こちら。ベランダですね。ちょっと窓開けてみましょうね。はい。こんな感じで、一方には窓がついてますので、ちょっと今ね、雨が降ってますけれども、天気雨ですね。今日、やっとね、連休明けの晴れ間の朝の時間帯を狙ってきたんですけれども、雨降られちゃいました。でもね、もうね、外観の写真は撮ったので、雨降っても平気です。というわけで、はい、窓がありますので、窓じゃなくて屋根がありますので、突然のこういった雨にもね、洗濯物は一旦大丈夫です。こういうのもね、ちゃんと作ってくれてありがたいですね。というわけで、2階は向こう側の寝室、ウォークインクローゼット付きの寝室。そしてここが、2つの部屋に分けられる1部屋ということで、現状は 2LDK ですね。ただそれも、3LDK に分けることができるよということで、非常に使い勝手がいいお家になっていると思います。で、何よりもやっぱね、注文住宅なんで、素性いいですよ。すごくいいと思います。はい、こちらの物件、じゃあルクさんにもね、もう一回出てもらいましょう。はい。ルクさん、どうですこれ。やっぱ注文住宅、いいっすよね。そして、ものすごい雨が降ってきたんですけど、今日僕バイクで来てるんですよね。こんな感じ、見えるかな。こんな感じです。まあね、カッパ持ってるんで、なんとでもなります。帰りは、もうね、行きは乗れるとまずいけど、帰りは乗れちゃってもいいんで、頑張って帰ります。というわけで、ルクさん、はい、こちらの物件、ルクハウスでいよいよ売り出し、始まります。村松原の、築浅、平成じゃなくて、令和1年12月地区、バリバリの築浅中古戸建て。価格とか、詳細については、この動画の概要欄にその詳細ご紹介ページ、ルクハウスのページとか、あとこのページの、URL 貼っておきますので、そちらからぜひ、ご覧ください。というわけで、今日はこの村松原の、築浅中古戸建て、ご紹介しました。皆さんぜひ、ご検討ください。内覧ご希望の際にはルクハウスまでご連絡いただければ、すぐご案内しちゃいます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい。